ペガソはかつて存在したスペインの自動車メーカーエナサのブランドである。1910年にスペインの名門自動車会社であったイスパノスイサの生産拠点を継承して創業した。その後第一次世界大戦を経て第二次世界大戦後にも半国営の商用車メーカーとして存在していた。ペガソ Z103 ソーティック1946年に 地元バルセロナ出身でアルファロメオに在籍していた技術者、ウィリフレードリカルトが帰国、1950年代に超高額かつ、名車の誉れ高いスポーツカー、Z-102、Z-103 などを少数生産し、エナサは高級スポーツカーメーカーとしても知られることになった。これらのモデルは、ミッテミリアなどの著名な国際レースで活躍した上に、 そのデザインの美しさや希少価値から、現在もクラシックカーコレクターの間で人気が高く、後にコレクターズアイテムとして高額で取引されるほか、1990年代には、当時の姿のまま再生産されることになる。1976年、世界一周旅行を計画していた、スペイン人の若者らに対し、宣伝のためペガソのトラックを使うという条件で、スポンサーとなった。 ペルーに到達した時点で旅行は中断されたが、記録用として渡されたカメラにより破壊される前のパルミラなど貴重な映像を残すこととなった。その後はトラックやバスなどの商用車や鉄道車両用や産業用ディーゼルエンジンのみを生産していた。末期にはトラックの自社開発をやめ、オランダのダフと提携を結びダフの製品に基づいたトラックを生産していた。 その後イタリアのイベコ参加となったが知名度の低さにより1994年にブランドは廃止され消滅した。ありがとうございます。